回目、皆さん毎年楽しみにしていただいていると思います。光の共演、今年で2年目でございます。大阪中のイルミネーション夜景をですねネットワークしながら大阪全体が、冬の光に包まれる。皆さんぜひとも、各所を巡っていただいて楽しんでいただければと思います。今年のですね大阪、光のルネッサンス、この後、投影いたしますが、非常に可愛い、これまでにない素晴らしく可愛らしい作品を、フランスの作家をお招きしてですね、見ていただきます。あとその後、学生たちのですね作品も今年は賞に選ばれました。その作品もですねご覧いただきます。あと市役所の正面、この光の共演のですねシンボルマークの形をした、イルミネーションがございます。あれも大阪の、19歳のですね学生たち4名が、作りました作品です。大阪らしい光を皆様にお届けいたします。今日は本当に寒くなりますが、最後までぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。総合プロデューサーどうもありがとうございました。大阪光の共演どんどん広がっておりますよね。楽しみでございます。さあそれでは、橋爪総合プロデューサーにもこのまま、点灯をご一緒に迎えていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。せーの、あ、oh.